皆さんこんにちは。ミスルというミュージックスクールギター講師の山田です。はい、先日ですね、レッスンで立て続けに基礎練習、ウォーミングアップどんなのされてるんですかという質問を受けましたので、一つご紹介をしようかなと思います。それではどうぞ。では今回ご紹介する、基礎練習なんですけど、毎日の基礎練習は、以前こう動画にも撮った通りなんですけど、頭を使いながら基礎練習をしていることが多いです。毎日のウォーミングアップですね。はい。で、純粋に指だけを動かす基礎練習というのは、最近はあまりやらないんですけど、ちょっと練習をサボってしまって、指がちょっと動きづらいなと思った時なんかは、やったりするトレーニングの一つをご紹介しようかなと思います。で、まずポイントなんですけど、右手のピッキングパターンは3パターンしかないです。ということですね。はい。これは後ほどちょっとご紹介をしていこうかなと思うんですけど、左手のパターンです。で、僕自身、すごくたくさんの基礎練習をやってきました。いろんな練習パターンをやってきたんですけど、今回ご紹介するものが、以前どこかの教本で載っていたものなのか、自分自身が考え出したものなのか、その記憶がもうありません。もう10年以上多分やってるウォーミングアップですね。未だに残ってるウォーミングアップって少ないんですけどね。はい、そのうちの一つです。はい。で、今回のポイントは、5876-8567という置き方ですね。はい。どういうことかと言いますと、ある日本弦で、5678フレットを1回ずつ使って、指の練習をしているような感じですね。ちょっとやってみましょうか。2弦と1弦です。で、5876-8567と、ちょっとコンピューターサウンドですけどね。という感じで練習をしています。で、少しサボった時に、左手が動かなくなることよりも、それもあるんですけど、右手がこの弦の幅をですね、忘れてしまって、なんかミスタッチをしてしまうということがすごく多かったんですね。ですので、この弦の幅を自分自身が把握するために、この5876-8567の動きを少しずつ広げていきます。例えば、今、隣り合った弦でやってますが、1本ジャンプしてください。1弦と3弦で、5876-8567ですね。で、これを同じように2弦と4弦で、3弦と5弦。はい、こういった感じでやっていきます。次にですね、この、弦をジャンプするのは1本だけじゃないわけですよね。もう少し離れたところも、弾いたりもしますので、では1弦と4弦で。そうすると右手はかなり大きく動かさないといけないので、で、ジャストで、この右手の感覚ですね。この時注意してほしいのは、右手は見てしまってはいけませんので、右手は見ないで飛び続けるような感じですね。で、同じものを今度は2弦と5弦で、はい、これぐらいが2弦と5弦の距離感だなっていうのを使っていく感じで、同じく3弦と6弦ですね。こういった状態です。これを、これ以上はやる必要ないのかもしれないんですけど、1弦と5弦。こういった状態ですね。左手を押さえる方が大変かもしれないですよね。でも右手はかなり大きく振らなければいけません。で、これも2弦と6弦でもやっていきます。はい。で、最後はもう遊びなんですけど、6弦と1弦ですね。はい。こういった感じで、指をバラバラに動かせるようにですね、練習をしています。で、最初にご紹介した3種類のピッキング。
というのを理解していただきたいんですけど、例えばある一本弦を弾くときはそんなに、まあ、気にする必要はないですね。まあダウンの連続、アップの連続、もしくはダウンアップダウンアップオルタネートピッキングですね、していけばいいんですが、隣り合った2本、もしくは1本ジャンプした、まあ、2本弦があった場合のピッキングパターンというのは、例えばダウンアップと弾くことによって両側をアウトサイドから弾いていくピッキングパターン、それと、内側からインサイドからアップダウンアップダウンとインサイドでピッキングするパターン、あとはまあ同じ方向ですね、まあ、ダウンダウンなりアップアップなりという、はい、この3つのパターンしかないわけですね。でそのうち このアウトサイドというのは比較的演奏がしやすくてミスもそんなに出にくいんです。なんですけど、インサイドから弾いていくピッキングですね、はい、これがだいたいミスが多く出るポイントかなと思いますので、これを先ほどの、5876、8567に合わせて、演奏をしています。まあ、例えばですが、隣にあった2本弦2弦と1弦ですね、ここを、ダウンアップ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 、これで両側の2本をアウトサイドから演奏していますね。これを今度はインサイドから、2弦側をアップ1弦側をダウンですね、アップダウンアップダウンアップという状態ですね、はい、これでミスが出ないように練習をしています。でこれも当然スキッピングをしていきます。3弦と、1弦ですね、最初はアウトサイドからダウンアップ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 、はい、これを同じくインサイドからという状態ですね。でこれを、飛ばしてもというのが、まあ、一個外しましたけどね、これができるようにしていきます。で同じように1弦と4弦を、まずはアウトサイドから同じくこれをインサイドからこれも右手を見ないでくださいね。で今度は2弦と5弦でまずはアウトサイドから、で同じくインサイドから、こういった状態ですね。これを当然遊びなんですけど1弦と5弦1弦と6弦でやっていくわけですね、はい、このアウトサイドの感覚をインサイドで、最後ボロボロですけどねという状態ですね、はい、でこういった練習をですね、まあ、5分ぐらいしかやらないんですけど指を動かすためだけの練習ですね、右手が弦の感覚を覚える練習というのを、やっています。Thank you.